問題。父の成年後見人に弁護士がついた。今後、父の財産管理はすべてこの弁護士の方が行うようになり、家族である私は口出しできない。後見人は法律的にはお父さんの財産をお父さんのために管理する義務があり、またお父さんの法律行為を代理することができます。家族といえどもお父さんの財産に口を挟むことはできなくなります。また後見人は家族にお父さんの財産の報告を行う義務もありません。そして一度裁判所によって選任された後見人は裁判所が不適任であると認めない限り解任されません。そういう意味からも、後見人制度を利用する場合は、本人にとって必要かどうか見極める必要があるでしょう。